どうも、なおちんです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はかなり難しいクエストに行ってみようと思います。難しいクエストって言えば、これだよね。超ド級ミッション。まあ、ここはかなり難しくって、マルチ推奨なんだけども、フリーミッションでも難しい場所があります。ここ。最下の武闘。ここ、とにかく、融合型の敵がめちゃくちゃ出てくるのよね。で、俺前動画でここ行って負けちゃったんだけども、もうね、勝つことができるようになってきました。メガトン級行きます。最高記録を出したいと思いますよ。では行きましょう。ここはね、融合型が10体ぐらい出る。10体ぐらい出るんで、ドロップ品もかなりいいものが見込めます、うん。かなり美味しいクエストになってるね。クリアできれば美味しいと思う。ただただ難しいんだよね。うん、でもまあ、慣れだよな、これは。とにかく、敵との戦いに慣れるためのミッションだと思えばいいですね。うん、ここで、ほとんどの敵が出てくるんで、戦いの練習にはすごくなります。大体こいつはこの弱点っていうのを覚えれるよね。まあ、HP の横にね、書いてはあるんだけども、まあ、瞬時にね、敵を見た瞬時に弱点を見抜けるんで、あれ？うん、やっててはいいと思います。よっしゃ！ OK！ メガトンパンチ！そろそろ俺メガトンパンチ卒業しようかな。ずっとこれで来てるんで、メガトンパンチはそろそろ卒業してもいいかも。いいね。打ち上げのダメージが半端じゃない。よし、 OK、 いい感じ。なぜこんなダメージがあるかっていうと、そういうスキルを入れてるからですね。これはどうもこの打ち上げをよく使って戦うみたいなので、この打ち上げのダメージを上げるようなスキル構成にしてます。うん、まあ、全部が全部じゃないけどね。そういう感じでやっていってます。さあ、次誰だ。よっしゃ、取り巻き倒した。ここの取り巻きほんと鬱陶しいよね。大っ嫌いだわ。よし、 OK、 あとはお前だけ。こう倒して次に行こう。もうほんとこう嫌いなんだ。メガトン、メガトンパンチ、行くぞ。よっしゃ、レベル上がり。 OK、 やっぱ昇竜拳はダメージあるね。待って、あ、狭い。よし、いいね。もう少しで倒せる。ちょっと時間かかったかな、ここ。うん、ここはちょっと時間がかかっちゃった。はい、昇竜拳クリティカル出ると10万超えるもん。いいダメージ。はい、倒した。次行こう。はい、アイテムを回収して、アイテムをさ、素晴らしい、なんだろう、すぐ回収できるようにすればいいのにね。これ倒した後、爆発する前に離れすぎてるとアイテム回収できないよね。それがね、なんかちょっと不便だな。あと1回、こいつはもう何回も倒せるからね。必殺技のチャージが、もう大体分かってる。 OK、 いいよ、発動できます。メガトン、コースレベルを上げてクリティカルも入れる。んで、ダードブレイク、 OK。 よっしゃあ、ジャンプ OK、 あと少し。いいね、10万超えのダメージ、嬉しい。最後14万とかダメージ出たね。
次は、あー、こいつらか。オッケーオッケー。ここもね、ちゃんとマッチした装備を持ってると、全然早いから。もう。じゃあ。落ちろ。オッケー。次。こいつで、取り巻き終わり。よし。あとボスだけ。こいつはね、もう慣れで余裕で勝てる。このホーミングが意外とね、先の方まで追ってくるので、そこだけはちょっと注意かな。オッケー、すごい。近接で攻撃するより全然遠距離の方がこいつは合うんだよね。じゃあいいダメージ、ほんとこれを解放させると HP 回復するのでしっかりと投資。はいはいはい、あとはもう蜂の巣にするだけ。じゃあでこいつを倒した後に、あと2回かな、あと2回、ボス倒して終わりですね。終わり。アイテムを回収していきます。次は、あー、ここか、また砲台型。あとお前だけ。これ2回踏みつけがあるからね、そこに注意していけば全然いける。あー、そうか、こいつは破壊の方だ。破壊の方がダメージがある。青だよね。下から昇竜拳連発で倒せ。攻撃レベルを上げて昇竜拳。あぶねえ。あー、食らった。よし、いいよ、試し昇竜拳ちゃおう。じゃあいいね、すごいダメージ。ちょっと俺を離さないでくれ。全部クリティカル出たりするとすごいよね、これ。準備万端でございます。じゃあ、いいね、全ての必殺技が使用可能です。いいよいいよ、クリティカル。じゃあ、もうあとは溜めずに。いや、でも溜めた方がダメになるな。溜めた方が断然だわ。あー、当たらんかった。あぶねえ。よし、終わり。じゃあ次、最後、これ最後がきついんだよね。最後がボスが3体同時。これはね、このガンナーの方から倒していきます。おー、いった、たたたたた。とにかく数が減ってくれば楽になってくるんで、まずは数を減らす。いけ。まず、あー、この攻撃嫌い。ほら、こっちか。じゃあ昇竜拳連発で削っていこう。よし、準備万端でございます。いい感じのダメージ。全ての必殺技が使用可能です。いけ。よし、フォースレベル上げて。あー、もう火ダメはいいから、とにかく倒す。とりあえず減らさないとね。おいやいやいやい、動け。これは最後きついぞ。でもまだまだやられていいから、いいよ。メガトン、やー、その範囲攻撃やめてくれ。おいおい、フォースレベルを取るな。いつでも発動できます。仲間が取っちゃうことがあるよね。またか、まだまだまだ、ちょっと待て。よし、 OK、 あと一発、もう一発か、終わり。よっしゃ、こっちのギガントボーマーも。おい、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あっちか。回復も取って、
いくぞ。いいね、いいね。危ねえ。いっけ。しゃあ。おいおい。結構攻撃頻度が高いよ。なんか俺攻撃されてる、攻撃されてるね。うん、これはデバフを受けてるね。OK。よっしゃ。向こうの方にもダメージ与えれたんじゃない？クリティカル。よし。こう二人こう固まってられるとちょっとやりにくいんだ。ありがとう。うわあ。なんか攻撃されてたな。オッケーオッケーオッケー。とにかくギガントボマーをもうゴリ押して倒す。じゃもう少し、はい、あと一発か。おっしゃ倒した。あと一体、こいつは破壊じゃないね。あぶねえ。炎の斬撃いけい。あぶ、おおっと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 。うん、おっしゃ勝つぞ。コースレベルも上げつつ、いいね。10万超えのダメージは嬉しい。なんだ、危ないぞ。もうお手上げってか。イエイ。よっしゃ。でも最後は最後かっこよく決める。最後は決めちゃうよ。倒しきれるかな。宝石加減ブラマサ。歌舞伎ファンクションもね、新しいやつが欲しいんだけど、まだね開発が追いついてないんだ。まあ一応倒しましたけども、なんか遅かった気がする。遅かった。15分35秒、ベストタイムが14分8秒だね。途中ちょっと時間かけすぎたな。で、ドロップ品は相変わらず美味しい。うん、いい感じですね。はい、ということで、今日はかなり難しいクエストクリアしました。ちょっとね時間がかかったんだけども、もう少し、短縮していけそうです。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。